最初にこの場所に住み着いたのは、私たち火星人には体がない、心だけで生きてる。でもね、それだとやっぱり不便なんだ。だから時々こうやって物に乗り移るの。そうすると物が見えるし聞こえるし、こうやって喋ることもできる。つまりね、あの人面岩は今の私と同じ物に取り付いた火星人だ。岩に関する異性は間違いない。けどね、一つ当たらずとも遠からずなものだ。火星人は地球に文明をもたらしたってことさ。地球の文明は地球人が好きなことになるわけだよ。地球人みたいな顔して簡単に立ってるから探してみ。